皆さんこんばんは、ボンチャンネルの中地です。2024年5月配信分のボンチャンネルラジオ中地の喋り場をやっていきたいと思います。最後までどうぞよろしくお願いいたします。えー、風邪をひきました。<laughs> 週の半ばぐらいに体調不良を起こして、まあ、風邪をひいてなんとか出社して気力を振り絞って、えー、金曜日を迎えて、 えー、今週1週間頑張ったなみたいな感じで仕事をしていたんですけれども土曜日が急遽休日出勤になってもう膝から崩れ落ちそうな1週間を過ごした私でございます、あのー、一応ね、あのー、コロナの、えー、検査キットありましたので一応検査して陰性ということでしたのでで、あのー、もともとその 自分の作業しているところが単独の作業なので周りに人もいないということで出社はしてたわけなんですけれどももう本当にあのフラフラの状態でやってたんですけれども出勤ということで悲しいねまあ無理しなくていいとは言われたんですけどあの任せられるような感じではなかったので。 まあ自分主導でやっていかないとまずいなっていうのもあったので、えー、まあ自分の方が出させていただくっていうような感じで、えー、乗り越えておりますで一応ちあのー、回復に専念しましてここまで、えー、回復しておりますであの途中であのー、咳とかねあのー、咳払いとかねそういうのもこう出てくると思うんですけれどもあのー、一応編集でその辺は切らせておます 切らせていただこうかと思うんですけれどもなんていうのその喋りの温度差が出て,出てくるような感じでちょっと聞きにくいところもね出てくるかとは思いますけれどもそこはご了承いただければと思いますはい、えー、もうやめて中地のライフはもうゼロよぐらいの勢いで頑張っていきたいと思います、えー、よろしくお願いいたします健康第一です でですね、えー、今回は中地あのー、先月に池袋に行ったっていうお話でお送りしたいと思います。で先月のねあのー、中地の喋り場はだいぶ冒頭からあーヒートアップして喋り続けて、えーまあ、いろんな段取りがあ 壊滅的な状態になりましたのでとりあえず今回は始めるだけ始めていきたいと思いますそんなわけで皆さんからのメールやコメントをお待ちしております来月6月ですのでテーマとして 自分の周りの5月病になった人でお願いします。皆さんの周りの5月病になってぶっ飛んだ行動をした人がいれば、あぜひ教えてください、えー。その他お題やリアクション、靴唄何でも結構です。皆さんの参加をお待ちしております。宛先はこの動画のコメントはもちろん、旧ツイッター公式 X の DM と Gmail でも募集しています。ジングル募集計画も随時進行中。Gmail で募集しています。Gmail は bond.bond.bond.bondchannel.gmail.com ボンドとボンドとボンドとボンチャンネルアットマーク gmail.com、えー、詳しくは概要欄からお願いします皆さんのコメント参加やジングル投稿をお待ちしておりますそれでは始めましょうかボンチャンネルラジオ中地のしゃべりば 改めましてこんばんはこんにちはボンチャンネルの中地です、えー、風邪薬でパーリーピーポーナー,あー私でございます今回は池袋編よろしくお願いしますなわけで、あのー、4月にね池袋に行ったんですよまああのこのラジオではおなじみ吉原真希さんの誕生祭ライブっていうところで、えー できてきおりますす池袋のレッドゾーンっていいうところでで開催でございますまあ内容とかはねこのあとのあのマキラブのコーナーで話すんであれなんですけれどもあのー、とりあえず移動で電車乗るじゃないですかあまあ乗るには電車待つじゃないですかでまああのー、ね来る時間になったらホームに並ぶじゃないですか。 まああのー、その並ぶ列が、まあ列は閑散としてたんで、まあ中地一人しか立ってなかったんですけれども、まあそのタイミングでね、なんか中地のあのー、右斜め後ろ、まあ5時の方向ぐらいからですよ。まあ、そこからさ、へぇーとかっていう声が聞こえるわけですよ。うん。なんかね、 何と思ってみそっちを見たらねなんかどうやらねカップルでおってまああの女子の方がなんかそれを言ったらしいんですけれどもあのこっち見てんすよね。であの電車に乗ってさあの自分座ってさあのそのカップルがさまあ遠面に座ってさ チラッチラ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 こっち見てんすよねあの女子の方が自分のスマホ越しにこう分かんのよで俺あのサングラスかけてたのでそんなにまあ業種はしなかったけどそのサングラスしてるこっちが気まずくなるぐらいなんか見られとるんですよねうんそれぐらいのチラ見をされるわけ。 あの「え何何なの?」っていうぐらいの <laughs>「えーみたいな感じだよ。うん、でもうなんかもう「あーだる」みたいな感じでさあの何首をこうまあ首じゃねあの頭をこう上の方に向けてさこうなんかこう「疲れました?」みたいな感じのこう感じでこうやるんだけれどもなんかこっち見てんのが分かるわけ。 何すかあの一応私あのボンチャンネルの中字ですけれどもあのそんなんやったらあのもし、ね、あのボンチャンネルの中児っていう認識で「へへ」とかって言った上でチラ見してるんだったらあの声かけてきてくれると嬉しいです。あのあの当然ねあの してみなな感じでで自分かからら行くわけないですからあのそれでねえ誰ですかなんて言われた日にはもうもう間違いこっちがね間違えてたらあの顔真っ赤じゃ済まないんでしかも電車の中でねもう車両変えようかぐらいの勢いになっちゃうので行かないんでもうあのチラ見するぐらいだったらあの何、ー、か言ってきてもらえると助かるんですけれどもあのー、大丈夫ですかね。うんでまあ、あのー 途中であの快速に乗り換えましたのでそのカップルとはあのー、離れ離れっていう感じになりましたけれどもうん大丈夫なのかねあ,あまあ何が大丈夫って言われてもあれなんだけれども <laughs> まあね 多分違うと思うのな。何かに似てただけなんじゃないのかなって思うの。多分、モンチャンネルの中、字っていう感じで認識されて、それをされてたっていうわけじゃないからいないと思うから言うけど、あのー、彼氏の方、大丈夫だったんですかね。あの、パッと見、落ち武者みたいだったんですけど、うん、あの、いろいろうん、気をつけた方がいいっすよ。うん。 『ボンチャンネルオ・ライデ中のしゃりカワウソライダーオリジナルシングル「シリウス u 好評発売中。 はぁ、あ、疲れた今日結構歩いたよな何歩ぐらい歩いたんだろうはそうそうこんな時のために持ち歩いてるんだった山さんの万歩計。お今日は1万歩行ったな しかもこの万歩ぽ系令和の伊能忠敬って言って歩いた歩数で日本地図を描いていくって寸法だもう少しで次の件に突入だ楽しみだな歩数系のパイオニアメーカー万歩ぽ系を作り続けて50年以上の実績詳しくはホームページで山佐時計使用ん俺と話してんだ、はああきっと疲れてんだな寝よ 歩きを楽しく山里さとけいけいきかぶしきマキガのおつげを飲みにジャングルへやってきた中地ついに神殿を見つけたマジか神殿なんてものが出てきたぞ。 まあ、あシナリオ上死んでるなんつったけど、これ、なんだろう、倉庫か。へえー、割と広いんだなぁ。向こうが少し高くなってんのかなぁ。誰だどうだびっくりした 我らの秘宝を奪いに来たのか、ふととき者め。あ、いやっちゃうんすよ。違う。何が違うんだ。ああ、いや、実はですね、あの、巻神様にですね、えー、かくかくしかじかには分けて。えー、巻神様に何も聞いてないわ。えそうなんすかいや、困っ いや、そうは言ってもですね、こっちとしても一度ここまで来てみないとなーって感じで、ああ、確かに、確かにね、そうなっちゃうよね。ねそうなんですよえ、そんなわけなんで、あの、ボーアットボンってどの辺にあるんですかえー、そういう理由なら仕方ないねほら。あそこ、あそこの突き当たりに、 右上がりの階段見えるでしょうその階段の斜め向かいの隣だね。あー、まじっすか。あ、ありがとうございます。助かります。ああごめんごめん。つーか、そんなに慌てなさんな。え、どうしましたもう、ほーら、一応私、ここの森人やってるんですよ。ああはい。あ、もんで、 常試練というか戦闘というかああはいはいそういった盛り上がりをしないとって思うんですよああやっぱりやらなきゃですか秘宝を守る森人に純を与えられそうな中地果たして試練を乗り越えることができるのか次回へ続く ボンチャンネルラジオ中路のしゃべり場ボンチャンネルラジオ中路のしゃべり場をお送りしております続いてはこのコーナーマキラブボンチャンネルラジオ第3回よりお話ししてます吉原真希さんのお話をもう少し掘り下げて少しずつ小出しして話していくというコーナーです中路の思い出押し話とも言いますえー池袋レッドゾーン四点二ゼロカウソライダー主催 編成したら顔育ったらっ参加して参りやしたあえー、いやーあのー、なんつうかあのー、箱のキャパオーバーなんじゃないかっていうぐらいの人がおりましてねええー、あのー、そんな箱の中だったんですけれどもま木さんの方針であのー、箱の中にねあのー、椅子があのこいつがねあのー、用意されてるんですよ。あのー マキさんの、あのー、何思いとしては、こう、椅子に座って、ゆっくりして、あのー、じっくり見てほしいっていうね、あのー、意味合いで、お椅子が置かれているんですけれども、えー、それ、置いてある椅子がもう全然間に合わないと、全然足りないっていうぐらい、もうそんぐらいの人。いや、もうあの、なんだっけ、えっ、ー、と、50ぐらいいたのかな人が。 いやまあ、すげえよほんとすげえしか言えないぐらいのあの密集度っていうぐらいのいやまああのいろんな人がまあいましたねあの始まる前とかでこうやっぱりいろんな雑談をねするんですよね皆さん当然まあ知り合いの方とかねいらっしゃったりとかねああ まあ別に自分はそんなあの知り合いとかおらんしと思って立ってたんですけれどもまあそうなってくるとあの周りの話してるのがちょっと気になってこう耳を立てるわけですわねそうするとさなんかこう YouTube やってるみたいなことを言ってて見たりとかさこうラジオに出ててとかみたいなことを言ってるのはこう聞こえるわけですよあやっぱそういう世界なんだなとかって思ってこうまあ開演を待つんですけれども あのー、もともと前の椅子に座られてた方が多分お手洗いか何かに立ったんですよねタバコかなんかうんよく分かんなかったんですけれどもで自分の席に戻ろうって思ったんでしょうけれどもこうやっぱりこう人がねそういうわけでこう密集しとるわけでこう通れなかったんでしょうねであの長寿の隣で立ち止まって「おどうしようかな」っていう感じで。 いいた人がいてまあ、あ、大丈夫かしらみたいな感じでこう、見たんですけれども、あれってなって。<laughs> あれこの人見たことあるぞってなって。うん。<laughs> うん。あうんあうんあみたいな感じで5度目ぐらいしまして。うん。<laughs> あの、大変多分その5度目ぐらいしてる時の私のあのー、 動きは失礼に値するんじゃねえかなっていうぐらいのあ思ったんですけれどももうしょうがないよねびっくりしたもんだってあのー、前にあのー、このラジオでも触れたあの真、ー、木さん主演の「あの大切な人過去借りのあり」の映画あったじゃないですかあの監督なんすわ、うん、中村君彦監督なんすわうん <laughs> 間違いねえこの人中村監督だっつってうん。 でまあ、あのー、とりあえずとりあえずあのー、どうしようどうしようじゃないあのとりあえず挨拶しようっつってあの自分の中でねもう腹据えてもうあの話すネタとかも全然考えてねえけれどもとりあえず話しかけるだけ話しかけてとりあえずあのボンチャンネルの中地っていうのをまず飽ピらねえとまずいっていうことであの、まあ、まずいっていうかあの <laughs> 勢いでまずいって言ったけどあの 前にそういうわけで監督の作品を触れさせてもらってるし、まあそのお礼もしたいっていうのもあって、もう、同緊張ですよ、同緊張。もうあのね、あの、一番、あの日一番もう、増物が口から出るんじゃねえかっていうぐらいの緊張をしまして、あの,ーあの、すいません。 間違えてたら大変恐縮なんでございますけれどもっていうあのとんでもないあの枕言葉を使いましてあのー、中村監督でいらっしゃいますでしょうかっていう話をねまずあの私がねさせていただくんですよ。それね、あ,あそうですみたいな感じで当然それしか返ってこないわけじゃんもうそれだけでテンパるのよ僕はもうああ次次の一手次の一手何も考えてないみたいな。<laughs> 大体,大体そうなったらさ自分名乗るのが普通じゃん。うん。違う。その自分を名乗るっていうカードすら用意していないっていう俺。<laughs> あのあのさあのテンパりがすごかったよ。でああ,であーってなってああの以前あの大切な人をあの YouTube であの 話させてもらったたボンンチャネルの中地と言いいますみたいな感じでねもう声も出ねえんすわあまりの緊張でまあ一応ちゃんとあの聞き耳立ててくれてあのちゃんと聞いてもらって「あその説は」みたいな感じで、あのー、返していただいて「いやもう」みたいなで「どっから来られてるんですか」みたいな感じでこう話も広げていただいて「いやもう茨城の」っていう話になって。 で「まあ、遠いですよねみたいなであのー、高円寺のシアターバッカスも、あのー、初めて行かさせていただいたんですよ」みたいな「でこういう機会がないといけないですから」みたいな機会をいただいて「ありがとうございます」みたいな言葉でちゃんと言えた自分の中では伝わってるかどうかわかんないけどちゃんと言えたえらいと思わない私ねえすごいよねーねそこまで挨拶,し挨拶させてもろて ねあの順調にいったのかなとか思ったらねどこで気を抜いたんだか知らないけど監督を先生と言った <laughs> もういいとこまで行ったのにさほんともうほんとあのー、監督な監督を先生とお呼びしまして大変申し訳ございませんでしたあの以後気をつけますまあ と、まあ、あのこ、これがね、えー、開演前の出来事だったんですけれども、もしばらくあの、開演まで時間があったんですけれども、そのテンパり具合であっという間に時間は過ぎましてね、あの、もう開演みたいな感じになりましてね、まあ、監督はあのー、自分の席に戻られてですね、<laughs> えー、行くんですけれども、まあ、あ無事にね、あの、始まることは始まってですよ、あのー、 いやー今回のはそのライブなんですけれどもいやとても良かったと思いますよ。あのー、まあ先頭主催が先陣を切るんですけれどもカワウソライダーから始まってえー、まああのー、癒し系のちまきさんが来ましてで今回初見であのシモンさんっていう男の方あで、えー、次に。えー 今回注目してお話ししたいあのドームのお二人が出てこられて、えー、そのあとあのアニソンメインでカバーやっておられるまあ YouTube チャンネルも持ってらっしゃるあの弓崎志乃さんがおられて、えー、そしてあの今椅子っていうあの愛称で知られているあの今井由香さんで鳥でねあのマキさんと今井さんとお。 マキさんの幼なじみで、えー、女優業やら,やられてる工藤さゆさんっていう3人のコラボでね、あのー、やられてたんですけれどもまああのー、皆さんね個性があってその個性がこう最大限にこう何て言うのこう表現されてて素晴らしいパフォーマンスでした。えー、本当楽しかったです 今井さんんはねパフォーマンスが本当に秀逸なんですよさすがにねあの一人芝居やりきるだけあると思いますもう本当に強いですよねであの井美さんはあのこう聞いてるとこうあの歌に感情を乗せるのがとてもお上手だなって思いましたあああのー、やっぱね他の人とはやっぱこう違うものがあのー、ありましたよねうん であのー、さっきも言いましたけどあのー、今回初見で見させてもらったシモンさんについてはもうあのー、すごいですよねあの自分の目の前のあのお椅子の席にあのー、女性の方が3名、えー、座られたんですけれどもその女性のファンの方がもう号泣しておられましたのでまあもう女性を泣かせるっていうなかなか憎い男でございますねとか思いながら私は聞いておりましたけれどもまあ パフォーマンスでそういうリアクションが得られるっていう方はああいやすごいですよね本当ねえねえあのその前のそのちまきさんですよあ本当癒し系ですねほんわかーっていう感じなんですけれどもあの観客席からね「ちょちょーん」っつってこうの,びのぶとい声が飛ぶなーと思ってもうこのライブの箱の中でそんなことやっていいのでしょうかって思いながらその声のする方を見たらねなんかなんかえ マキさんがおるよみたいな感じだったのはあれは幻覚かなんかだったんでしょうかねまあそういうことにしときましょうかねえー、であのドームっていうあの道に夢と書いてドームっていうあの男女コンビのボーカルユニットっていうのがあるんですけれどもあのもうすごい人気なんですよねあのみんなすごいんですよ他の方々も他の方々みんなうまいんですよ でもその一段二段高くこううまいところにいるのがまあドームっていう二人だったんじゃないのかなっていうもうこのカード鳥じゃねえんだって思うような感じでしたねもう盛り上げ方もその MC ももう完全なるエンターテイナーですよねいやーすごい本当とにほんと強いなって思いながらずっとその 語彙をなくしていや強いなしかないぐらいそれをこう自分の頭の中でリピートさせながらその、うん、見てた、うん、聞いてた、うん、本当に語彙力なくなっちゃうぐらいだった、うん、っていう感想を、あのー、最後お物販の時にマキさんにもう言うてたらまあマキさんもあのまんざらでもないっていう。 何 <laughs> ていうの感じになりましてね。うん、まあちょっと嬉しそうにしてたんですけれども話を聞いてたらなんかあの真、ー、木さんがその2人ともこう若い頃からこう可愛がってる2人なんだよねみたいな感じでこう言われてたのであまあそれは嬉しいかっていう感じになりましたけれどもえー、でまあその話の流れでねあのじゃああのー。 私も、ね、その、あのー、CD でも買って、まあ、2人にこうアピールして「おいさんこの YouTube やってるから、まああのー、ちょっと話してもいい」みたいな感じでね、あのー、やろうかと思ったんですけれどもあの何、ー、だ, <laughs> だろう,、ねのうん、だろうそのとりあえず他のお客さんが。 はけてから行こうかなって思ってたんですけれども完全にもう最後の最後まで、えー、ファンの方に囲まれている状態で、えー、まあ自分が立っている横に今井さんがいらっしゃったので、まあ、ちょっと話してあチェキでもどうですって言われたので、えー、そのまんまいいですよって言って、えー、チェキ取らせてもらって、えー、今井さんと話して、えー、会場クローズっていう感じになりましたわかるよおん あのファンの方が離れたくないっていうぐらいその何だろう人気者ですしねであのなんか話を聞くとあのワンマンとかあのそういうのも全然予定に入ってて今後やっていくそうなんであの X とかでねあのなんだそういう話が出てきたらねあの自分の方でもあの X の方で拡散とかこう。 リポストとかねあのやっていこうかなってこうお手伝いになればいいかなと思ってやっていこうと思いますんで、えー、皆さんもぜひ、えー、機会があればあードームの2人には会っていただきたいなって思います一応あのー、ドームの2人の YouTube チャンネルがなんか見てたらあるんで、まあ、一応リンク貼っときますので気になった方はこう概要欄から見に行っていただけると幸いです、えー、ドームの2人 とてもいい歌声ですのでぜひ聴いてみてもらえたらと思いますんでえどうぞよろしくお願いします以上マキラブのコーナーでしたボンチャンネルラジオでは皆さんからのコメントやメールを募集していますこの動画へのコメントはもちろん X への DM でも受け付けています X は動画の概要欄をチェック皆さんの参加をお待ちしておりますボンチャンネルラジオ中地のしゃべりは <music> ボンチャンネルラジオ中地のしゃべりボンチャンネルラジオ中地のしゃべりはこの配信は今井ゆかカワウソライダー騒音のない世界吉原牧以上の方のご協力と皆さんの高評価チャンネル登録により YouTube 上からお送りしました さあ今回もやってきましたボンチャンネルラジオそろそろお別れのお時間です。えー、というわけでサ、えー、めやらぬ興奮をね、えー、そのままに、えー、池袋ラーメンをね頂い,いて帰ろうかと思ってですね、えー、Google マップでいろいろ調べながら歩きまして選んだのがこのひろちゃんラーメン。 美味しそうでしょうすごいでしょうあの、地元でね、あの、二郎系、直系とか、インスパイアとか、がっつり系とか、うん、そんなのばっかり食べてたもんですから、あーまあ、これはね、個人的には綺麗なラーメンの部類ですね。えー、えー、まあ、あの、澄んだ醤油のスープはしっかりコクがあってですね、それでいて、湿っこくもなく、 えー、麺がね、ちょっと太い気もするんですけれども、バランス的にはこれがいい感じなのかなって思うような、ああ、還元になってましたね。えー、まあ、高水麺なのかどうなのかっていうのはちょっと自分はわかりかねるんですけれども、まあ多分高水麺に近いものを感じました。いや、もう、なんだろう、もうあっちあっちのラーメンでございましたので、代謝もね、だん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 ,だん上がっていきましてね、えー、まあ、 どん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 こう発汗作用もございましたので、まあ、健康にいいんじゃないかなって思うようなラーメンでございましたようんねまああの割と汗だくでね夫婦言いながらね電車に乗り込んでですね,ね座った隣にいた女性の方、えー、汗だくおじさんが隣でね、えー、本当に運がなかったと思いますごめんなさいでしたさて今回もやってきました5月配信 先月の締めに油断すると風邪ひいたりするから気をつけてねなんて言ってたらまんまと自分が風邪ひいてんですが、あーなんかのフラグだったんでしょうかねこれ。えー、ほんと気をつけましょうね。ええー、もう健康が第一でございます。ここまでのお相手はボンチャンネルの中地でした。最後まで聞いてくれてありがとう。次回もお楽しみに。バイバイ。 焼き集め、すべて数え。